私もそういうふうに人を愛したいなと思いますし、楊貴妃さんは玄宗さんの愛を最後までもらって、いたから、とても幸せだったんじゃないかなって私は思うんですけど。とても羨ましいです。今の中国でこんなラブストーリーがあるかどうかわかりません。楊貴妃の一生は長くありませんでした。でも人生の中でこのような人と出会い、愛し愛されたこと、それはとても幸せなことだと思います。とても難しいことですが、だからこそ二人の愛は中国で永遠に語り継がれることになったのでしょう。とても羨ましいです。私は演じる思いで衣装に袖を通しました。あたかも唐の時代が目の前に広がってくるような不思議な感覚になりました。広がる湖、その時きっと楊貴妃は幻想皇帝と二人で静かな水面を見つめていたに違いありません。経済発展が続く中国、ここ西安も例外ではありません。街のあちこちで高層ビルが建てられ開発が進んでいます。昔長安には3つの宮殿がありましたが、一番多くの皇帝が暮らしたのが大明宮。ここも開発され生まれ変わろうとしているのです。ここは唐の大明宮です。見てください、この壮大な遺跡。でもここはまだ宮殿のほんの一部なんですよ。西安市は2007年から1600億円をかけてここを唐のテーマパークとして整備しているのです。今私から大きいお城が見えるんですけれど、今私たちが立っている場所はどのあたりなんですか？大明宮の正門です。側天武功が建てたものです。
歴史的な特徴を生かしながら開発を行っています。西安市は国際化を目指しているのです。将来は中国西部の中心的な都市になると思います。そうなんだ、キサキは他にもいましたが、専用の風呂を持っていたのは楊貴妃だけ。1300年前、楊貴妃は確かにここでお湯に浸かっていたのです。楊貴妃のものに会えました。なんか元宗皇帝のものに比べてすごくエレガントですよね。すごくやっぱ女性らしくってエレガントで、ここに入ってたんだっていう感じなんですけど。火星地の様子はドラマでもたびたび登場します。元宗皇帝は楊貴妃のためにここに宮殿を作ったのです。10月頃になり寒くなってくると移り、何ヶ月も過ごしたのです。当時皇宮には3000人とも言われる女性たちがいました。彼女たちは皆皇帝に仕える人たち。歴代皇帝の中で一人の女性を愛し続けることは極めて稀だったのです。はい、こちらどうぞ。元宗皇帝が楊貴妃に送ったあるものを特別に見せてもらいました。これは何ですか？楊貴妃のお風呂の底にあったものです。お風呂の底にあったもの、その真ん中にあったものなんですよ。お風呂 の温泉の吹き出し口ですか？はい。すごい。ちょっと触っていいですか？これは何のモチーフを描いているものですか？ハスの花。ハス。ありますよね。元宗皇帝が送ったのは蓮の花の形をした温泉の吹き出し口です。
ハスの花は一つの茎から二つの花が咲くこともあります。幻想皇帝の楊貴妃への思いがこもったものでした。西安から遠く離れた温泉地、夢のような二人の世界です。めくるめく愛の日々。しかしその蜜月が永遠のものではないことを楊貴妃は知っていたのではないでしょうか。私にはそう思えて仕方がないのです。楊貴妃が寵愛を受けるようになり、親族は次第に国の要職を占めるようになっていきます。鳩子の楊国忠が宰相となり、次第に権力を握るようになっていくのです。華美になっていく生活。幻想皇帝が政治を顧みない間に国は次第に疲弊していったのです。恭亲免礼。诸位正在观赏的乐舞叫霓裳羽衣曲。幻想皇帝楊貴妃に仕えていた安禄山が突然兵を挙げます。楊国忠を除くためです。安史の乱。安禄山は破竹の進撃で長安に迫ります。危険を感じた楊貴妃と幻想皇帝は都を脱出。しかし二人を守るはずの近衛兵が反乱を起こし、陳将軍卑职属实相。そのため楊貴妃は命を落とすことになるのです。尹東さんは楊貴妃の最後をどう捉えていたのでしょう。やっぱりあのシーンはすごく辛いですね。愛する人にね、愛する人のために命を捧げるっていう、あの選択っていうのはどういうふうに考えて、どういうふうな葛藤があって演じたのかなってお聞きしたかったんです。私の中でも強烈な死でした。とても悲しくて、そう、あの時はすごく悲しかったのを覚えています。でも彼女はもう怖くなかったのでしょう。兵士たちに詰め寄られた時は緊張し恐ろしかったと思います。しかしそれを受け入れた瞬間、何かを超越したんだと思います。楊貴妃の死について歴史書には様々な記述があり、真相は定かではありません。史実眼では皇帝の命により、そばに仕えていた家臣によって仏道で首を絞められたとしています。当所では皇帝の命により楊貴妃は自害して果てたと記されています。新当所では楊貴妃は死を命じられたと書かれています。
幻想皇帝が亡くなったのはそれから6年後のこと。しかし11年連れ添った楊貴妃はここにはいません。私は楊貴妃のお墓を訪ねました。それは幻想の大陵からはるか150キロも離れたところにありました。華やかな人生を生きた楊貴妃にはあまりにも小さなものでした。やっぱり前は、やはり楊貴妃というとまず世にも稀な美貌っていう第一印象、本当にこう自分でずっと思ってたのはすごく美しい人である、世界の三大美人であるって、やっぱりそういうふうな、こう外見のビューティーっていうのはやっぱり同じ女性としてキャッチーなイメージではあったんですね。だけど旅をしてみてどんどんとすごく聡明で機転も利いて、そして一人の人を深く愛した、そういった女性なんだなっていう、そこのイメージは全然やっぱり違いますね。自分の愛する人に、自分の深く愛する人に深く愛されることっていうのはすごく難しいじゃないですか。私がこの世で一番幸せだなって思うことは、自分の愛する人に、自分の愛した人に深く愛されること、これがね、世の中で一番幸せなんじゃないかなって思うんですよね。それは例えば恋人だったり家族であったりするんですけど、やはり家族であっても恋人であっても夫婦であっても自分の深く愛した人に愛されることってすごくシンプルなようで難しいじゃないですか。だからね、とても素晴らしいことだと思います。楊貴妃の死が謎であるがゆえに様々な説があります。安史の乱を生き延び日本で生涯を終えたという言い伝えがあるのです。山口県湯谷町、ここにも楊貴妃の墓がありました。楊貴妃の伝説は中国にとどまらず世界に広がっているのです。楊貴妃がどんな女性だったのか今でも様々に言われます。しかし私は彼女は心から美しい人だったと思っています。この度は女性の本当の美しさとは何なのか、女性はどう生きるべきなのか、それを問い直すものになりました。その答えが何なのか、楊貴妃ははるか1300年前の唐の時代から私たちに語りかけているように思います。